はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、本日は「デートレード」上ということで、えー、皆様にですねデートレードについてのお話をさせていただきたいなというふうに思っております。で、ま,あ、まずこの動画、あのまあ、1つ目ということで皆様にあのちょっとご紹介をさせていただきたいんですけれども、まあ、ご案内ですねあの、まあ、6本全部でございます。でえー、それぞれぞ特徴的な動画をですね えーまあ、大体15分から20分ぐらいの時間の間で撮っておりますので、えー、よろしければ、あのー、最初から見ていただいても構いませんしご自身の興味のあるところだけ見ていただいても構わないと思いますので、まあ、ぜひですね、えー、このデイトレードとはというところで、えー、しっかりと、あのー、皆様の、まあ、売買にですね役立てていただければというふうふに思いますのでぜひご活用ください。どうぞよろししくお願いいたします え申し遅れましたが、私、今回の講師を務めさせていただきます、インベストラストの福永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私のプロフィール、こんなふうになっておりますので、またあの動画ですから、皆様、お時間になるときにご覧いただければというふうに思います。では、早速なんですけれども、中身に入らせていただきます。はい えーまあ、この動画、ご覧になった方はデイトレードにご興味をお持ちだとは思うんですけれども、まあ、いきなりですねデイトレードって何なのというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれません。というところで、えー、デイトレードとは何なのかというところからですね、まあ、初心者の方も含めて、えー、いろいろとあのお話をさせていただきたいなというふうに思っております。まあ、デイイトレードなぜ行ううのかか、まあ、一般的にはですね中長期投資があ、まあ、メインと言いましょうか 投資の王道とされれているわけけなんですけれども、まあ、実際あの、個人投資家の方の中でですねこのデイトレードを、まあ、されていたりあるいはその中長期投資をこう使い分けるということをされていたりする方が結構いらっしゃるんですよねでそうした中で、えー、このデイトレードを行う1つの理由として挙げられますのが、まあ、こちらにありますように、えーまあ、株式投資のリスクをですね、まあ、保有時間だけにまあ限定すると。 まこれが非常にあの重要かなとまあ、安定している相場であれば中長期投資でまずっと持ち続けるあるいはそのま長い年月持つことによってそうしたこうリスクをですね分散させるっていうこともあるかと思いますただえまそうした中でですねえー例えばあの上昇下落相場がやっぱりこうね結構日本の場合にはえたくさん波がありますのでまそうした波をですねえ逆にこううまく捉えるというようなことも。 行っていただけるのではないかと、まあ、そういうことからですねデイトレードをなぜ行うかということで、えー、今日お話をさせていただきますねで、まあ、まずそのリスクなんですけれどもあの私が考えますリスクといいますのはこの三大リスクというふうに考えています一つはですねあの、まあ、価格変動リスクですねやはりあの先ほどもお話ししました中長期投資で、えーまあ、投資を行ってもあのタイミングによっては高いところを買ってしまって え実際に換金しなければいけないというときには安くなってしまったりだとか、これはあのどうしても売らなきゃいけないというようなところになってしまうと、もうこれ、株価は待ってくれませんので、値上がりとか値下がりとか、のそのタイミングによって変わってきますので、そういう意味では、この価格変動リスクというのは1つあります。さらにですね今度は、実際にこう皆さんが持っていらっしゃる株をですね売りたい、買いたいといったときに、この流動性ですね、売買したいときにできないケースというのも、まあまああるんですよね。 でまあ、ストップ安しちゃうと売れなかったりあるいはストップ高しちゃうと買えなかったり、まあ、こういったことが考えられますよね。それからあとはあの皆さんが保有している株があの例えばあ結構多くて、えー、それがまとめて売ろうとした時にはその、まあ、買い注文が入っていなかったりだとか、まあ、そういったこともありえますであともう一つやっぱり注目しておきたいのがこの倒産リスクなんですよね。 でこちらはですねやっぱりあの、まあ、黒字倒産なんていうこともも過去、まあ、何度もありました例えば TPR で配当もちゃんとやっているにもかかわらず、えーまあ、いきなりこう、ね、倒産してしまっただとか、まあ、こういうのはあのよくいわれるあのフリーキャッシュフローがマイナスの企業に多かったりするんですけど、まあ、そういったこともあります。ということで株式投資の中でこの3つの。 リスクこれをですねもう本当にあのデイトレード一日の売買しているあるいは保有している時間だけに限定するとこれがまあデイトレードを行う一つの理由になるのではないかなっていうところなんですよね。もちろん安心できる株もありますのでこの限りではありませんけどもねであとデイトレードのメリットデメリットっていうのも皆さんにお話したいと思うんですがデイトレードのメリットというのはこれあの、まあ、3大リスクを保有時間だけに限定できるということではあるんですけど これに加えてですね実はこの動画の,あのもう一つの,あの、まあ、テーマでもあるんですけれどもこの信用取引ですねこの信用取引を活用しますといろいろ投資の幅が広がるんですねで一つはこれやっぱりあの売りででも取引ができるとあの株価がですね景気がいい時にはもちろん上がるでもあのまあ悪くなれば下がる、まあ、こういったこう下げ相場の時になかなかあの利益化できないというのが あの通常の現物取引だと思います。で、そうした中で信用取引を活用しますと、えー、売りからも取引ができると、収益機会が上がっても下がっても利益を上げる可能性が出てくるということで収益機会が増えるということが挙げられます。で、さらに、えー、保有、えー、保証金のですね範囲内であれば何度でも売買ができると、これもですね非常にあのまあ、画期的なあやっぱり。 トレードされる方からしますと特にこのデイトレードではあのもう切っても切り離せないポイントになってくるかなってところですよね。でさらにレバレッジを効かせればこれはですね信用取引というのは約3倍のまあ,あ保証金のですね約3倍の,あの売買ができるということなので、まあ、こういうのはレバレッジ手コの原理といいますけども少ない資金で、えーまあ、少し大きな取引ができるということから えーまあ、これもです、ね、あの皆さんの手元資金が仮になかった場合でも、まあ、少なかった場合でもですね、えー、信用取引を活用することで、えーまあ、実際の売買を行うことができるようになると、まあ、そういったメリットがありますで一方であの、まあ、こちらの,です、ね、デ,イトレのデイトレードのですね まあデメリットということになりますと、まあ、やはりあの小さな利益を積み上げるる必要ががあとというのはこれがちょっとポイントですねあのデイトレードっていうとやっぱり一日であの利益上げられる幅というのはもうストップ高ストップ安っていうふうに限られてますから、まあ、そういう意味ではあのもうえ最大限でもストップ高の値幅しか利益は得られません。 でもそれはあの前日の終わり値で買ってストップ高ですから日中の中であのストップ高までこう値幅いっぱいまで取るっていうことはちょっと難しいですよね。ということでまあ小さな利益を積み上げる必要があると。でもう一つ今度はあの取引コストが増える必要があるあの増える可能性があるということなんですがこれですね後であとで動画の次の動画ですかねのところでちょっとご紹介あこの動画の中でご紹介させていただきますけれども。 あのコストはですね SBI 証券さんで取引されますと、まあ、非常にえ安いコストで取引できるようでございますですので、まあ、こちらに関しては、まあ、選ぶ証券会社によってですねコストも変わってくるということになるでしょうかでさらにえレバレッジを利かせた場合には、まあ、損失も大きくなる可能性があるということなんですが、まあ、それもですね日中の値幅に限定されるということで、えー、もう例えば買った株が半値になるとかっていうような、まあ、そういう塩漬け的な あの損失につながることはですね、えー、その日のうちに返済してしまえば、まあ、基本的にはなくなるということかと思いますね。まあ、こんなふうにですねあのデイトレードこれまで皆さんですねデイトレードをされたことがなかった方も結構いろいろメリットがありますので、えー、相場が不安定でなかなかね、えー、ちょっとこう中長期投資難しいなとかあるいはあのご自身持ってらっしゃるその資金をですねもうちょっとうまくあの売買に活用できないかとか。 そういういうに考えていらっしゃる方にとってはメリットのある取引ではないかなというふうに思います。で、次なんですけれどもじゃあ、デイトレードとは何かということでもうちょっと具体的にお話をさせていただきますね。でこれ先ほどもちらっとお話しましたが定義としましてはあの日中に売買を完結させてですね、まあ、生産する取引引まと、あ、その日のうちに必ず決済をするというのがポイントですね。 でその日のうちに、えー、損益を確定させて、まあ、翌日にポジションを持ち越さないと、まあ、これがあのもう絶対ルールといいましょうか鉄則でございますね。であの、まあ、ポイントとしましてはこれちょっとですね皆さんに面白し、えー、こい表示の仕方見ていただきたいと思いますがこの信用取引の場合ですねここに書いてありますように買いから売り、まあ、こういうのはのエントリーとエグジットと呼んでます。 であとは信用取引を活用しますと売りから買いということもできますねで値下がりすると思えばあらかじめ売っておいて下げたところで買い戻すそうすると差額分が利益になるということになりますでこの1と2をですねこんな風に、えー、例えば1からスタートしてまあ、順番まあ2と 1, 1、1、2、1、1、1、1ってなってますけども買ったり売ったりを繰り返すことができます でさらに2番目のところ2から始まっているところを見ていただきますと売りからスタートしてで、えーまあ、それを何回も繰り返すことができると、まあ、こんなふうにです、ねえー、信用取引を活用しますとあのデイトレードということで考えますとです、ねえー、限られた資金ではあるんですが、まあ、あこう収益機会というんでしょうかこれをです、ね、売買を繰り返すことによって増やすことができるということになるわけです。でさらに えその信用取引なんですけども初めての方もいらっしゃるとは思うんですがこちらご覧いただきましょうえっとこちらですね信用取引とはまあ証券会社から資金や株券を借りて行う取引売りというのはですねこの株券を借りるという,ふうに考えてくださいであとあのまあ信用取引を行うにはこの2番目保証金が必要になりますねでやはりあの何事もそうですけどもお金や株券を借りるのにあのいわゆる担保ですよね その担保なしにただでは貸してくれませんのでそういう意味では保証金をあらかじめ入れておく必要があるとこれもあの信用取引口座というのを作って初めてあの可能になる取引ですから信用取引口座をお持ちでない方はあの解説することもです、ね、忘れずに行っていただければと思いますでさらに3つ目なんですけれどもレバレッジを利かせて取引を行うことができますよこれが先ほどお話しした約3倍ということになるわけですね。 では続きましてその信用取引についてですねえ今回この動画を作成していただいている SBI 証券さんのルールをちょっとご紹介したいと思いますねえこちらなんですけどもまあ日ばかりり信用取引というのがあのがさんの中にはありますでそこでまあ見ていただきますと先ほどあのデイトレードのデメリットでコスト高というのがありましたよねところがコスト上がる可能性があるとでもこれ見ていただきますとここなんですがなんと えー、この日ばかり信用取引ですね。ここを見ていただきますと、えー、ここに書いてありますように、取引手数料、それからあと金利、貸し株料、これ、あの貸し株料というのは、これまあ、ある意味、こう、株のですね、レンタル料と考えてください。レンタル料ね、株券を借りるときのレンタル料です。そういったものが、これ、年率でゼロパーセントになってます。まあ、他社さん、こうね、あるようですけども、まあ、これ後で皆さんね、あの、比較していただければと思いますが。 まあこんな風にですね、えー、日ばかり信用取引というのはここにありますように返済期限が当日のデイトレード専用サービスのことということで、まあ、皆さんにとってはですねあのデイトレードをやってみようかなって思われる方にとっては非常に嬉しいサービスということが言えるのではないかなってところですよね。そして 次なんですけれども、こちらの信用取引の金利、えーまあ、あ貸し株料のところなんですが、これ、先ほどお話ししましたように、ですねこちらご覧いただきますと、日ばかりに関しましては、買いも0円、売りも0円、あと、ハイパーカラ売りとなりますが、これまた後ほどご,ご紹介しますけれども、こちらも一応0円と、であとですね、これ、あの中2というところ書いてありますが、これ、皆様ですね、あの動画あの止めてでもですね、しっかりとあと読んでいただいて、 ご確認をいいいただければとううふうに思いますでは続きましてこちらですね、えー、この日ばかり信用取引の3というところなんですけども、あのー、やっぱり初心者の方はこう取引された後にですね、えー、実際にこうどんな結果だったのかなってすごく気になるところだと思うんですよね。でそこでですねこちらのおまあ信用取引の結果をですね、まあ、ある意味こう成績表みたいなものになりますが。 こちらが見られるようになっておりますこれ、えー、ここにありますように日ばかり信用の成績表ですねこちらあ確認できるようになってますこれウェブなんですけども、えー、銘柄ごとの取引損益を確認できますそれからあとこれをチェックすることによって、えー、得意銘柄だとかあとそれから投資収益の高い銘柄まあ、よく言うその自分との相性がいい銘柄ですよねそれをですねああのー、まあ、ここでチェックすることができる でさらにはデイトレードの取引分析に活用できると、まあ、こういうですね、えー、ポイントがございますので、まああ、これまでご覧になったことがない方、まあ、特にあのデイトレードを行っていても、ですね、この画面知らなかったとっいう方は是非、ぜ、あ、ひ、のー、ご確認いただいて、まあ、特にあのこの日ばかり信用の部分ですよね、ここに関してはあのチェックする価値があるのではないかなというふうに思います。ではは、続きましては こちらですね、えーまあ、今度4つ目になりますけどもこの日ばかりというところで見ますと、えー、この IPO 銘柄などの空売りが可能ということなんですよね。で、えー、SBI 証券さんの場合ですとこちらにあります、えー、っと IPO 銘柄ですねこれ見ていただきましょうかここですね IPO 銘柄あと新興市場銘柄も空売りができるということなんですね。 でちょっとだけ皆さんにご説明信用取引についてあのご説明させていただきますとあの制度信用というのと一般信用っていうのがありますこれ次のページ実は出てくるんですがあの制度信用っていうのはですねこれあの日本証券金融というところから株券を借りるっていうそういう取引なんですねで一般信用っていうのがこれがですねあの証券会社さんからお金や株券を借りるというような取引なんですけどもさあそこでえこの、えー IPO 銘柄のですねえまあ空売り、これ、できないことが多いんですよ。というのも、IPO 銘柄の場合ですと、株券を貸してくれるっていう証券、金融会社さんがまああの貸せませんので、出たばかりということでね、流通の株も少なかったりだとか、そこをですね、すべての銘柄ではないんですが、こちらをご覧いただきましょう、こんなふうにですね、日ばかり信用銘柄と、それからハイパー空売り銘柄というのがですね、出てくるようになってます。 これもあのホームページ等でもご確認いただけますので、えーまあ、ぜひあの、まあ、活用をね、えー、チャンスを狙っていただければなと思います。であとこちらにありますそのハイパー空売りって何だろうって思われた方は見ていただきますと返済期限が当日の一般、えー、信用取引の中で通常、空売りができない人気銘柄が空売りできると、まあ、そういうサービスのことなんですよということになるんですね。 えもう本当にいろいろ調べてみるとお取引のチャンスも増えますそれからあと、えー、コストも安くてできますでさらにはあ一般的には売れない銘柄も売れたりあるいは買えたりということにつながりますのでぜひ、まあね、この動画をご覧になった方は確認をいいただければと思いますそして、えー、最後になりますけれどもこの信用取引の分類ということなんですが。 まあこれが先ほどお話ししましたあの制度信信用用と一般信用ですねでさらにこの当社というのは,こ,れは S さんです、ね、こちらでは制度信用はまあ通常のまあ6か月ということなんですけども、えー、一般信用あと日ばかり信用というのがありまして今日ご紹介しておりますのはこの日ばかり信用になりますが、えー、まあ当日それからあと1日のハイパーカラりというのがありましてこちらに関しましてはまあコスト等がですね えーまあ、ゼロに抑えられているとただし、ですねこれちょっと注意していただきたいんですけれどもあの翌日に持ち越した場合にはまた別途コストがかかりますので、えー、そのあたり、ですね、えー、皆様、あのーえー、安易に持ち越してですね、えー、高コストということになってしまわない思ったよりも高コストになってしまったということにならないように、えー、注意をしていただければなというふうに思います。 はいいかがでしたでしょうかあこちらあ、まあ「デートレイ道場」ということで、えー、お話をさせていただいておりますが第1回のお動画あということになります、えー。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。